あれ、あ、大先生。え、あ、え、あ、大先生、これが外なんかどうかよ。いや、これ中ですね。中だよね。建物の中だよ。こっちってほしいですよ。あ、やばい。それではですね、皆様、はい、おボタンを押してくれるのか、撃つ、くしゃみぞ、マインクラフト、え、嘘、いや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 、出して出してから、出してからでいいだろう、もうどっか行ってもと、コビトーニでよろしいですか。はい、コビトーニでございます。はい、コビトーニ、マインクラフト、コビトーニスタート。スタート、逃げてください。逃げていく、逃げていくもうさ、トントさ、何最強すぎひんか、このポジション。いや、それはあの誰や、扉開けたの、シャゲダンしたら勝てますね。ドアノブ、いや待て、これドア閉めれるか、外から。腹立つわ、お前同じ人生やからな。ってなると結構詰め込みになんねんな、これ。でも待ってくれ、これこうなったらでも鬼入られへん。いいぞこれ、ホロボロさん入れるんだ。ホロボロさん中入るじゃないですか。死ぬんか、俺が鬼やとするじゃないですか。おでしばさー、入れないですよ、こっから。こっちから入れないですよ、サイズが。サイズ1になるから。あー、ほんまや。てっ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 て、いや、これあれやな、他の気づいてないやつはめようぞ。チャッピクー、めっちゃありやな。ムク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 、なに、お前チンチン狙ってるぞ、お前。ありがとうございます。チンチンでかいです。ここも強い。ここも強いな。これ君と違ってチンチンでかいんです。これ結構四角になる。ほらお前のサイズ見たことあるけど、俺よりはでかいけど、そんなお前誇れるほどじゃないか。チンチンの話は混ぜてくれぜ。いやだ、お前来た。お前ら最強ポジを探しているんだって。あ、知っているのか、トントン。あ、トントン。知ってるのか。お前、この小人の館。知ってんのか、小人の館。初めて聞いたけど、最強ポジとは言わないでも、もう全然見つからないポイントはきっとあるぜ。あるよ。そうやんな。ちなみに俺はさっきタブロットしているときに見つけてしまったが、俺は黙っていくぜ。ちなみに俺も一個見つけたら黙っていくぜ。マジ？いざというときは俺そこに隠れようと思ってる。これ島がついてくる。おい、絶対シンマを見つけてやるぜ。おい、気をつけるぜ。俺は最前線でもう落下しそうになったぜ。やばっ、俺は隠れちゃうんだぜ。俺島が俺の後をついてくるぜ。なんでちょっとスギちゃん言ったよ。ちょいやっぱり改造されてんの。ってないで、シンプルに強くなるよ。ここ普通に強いと。ここ多分鬼来れへん。いや、てかさ、このこれなくはない建物の内装でさ、この小ささのやつがいるとさ、実質これでゴキブリからネズミちゃうか、これ俺ら。まあ、それ、まあ、ゴキブリは小西島さんだけです。誰がゴキブリや、お前。小西島さんといえばゴキブリみたいな。いや、小汚いゴキブリ。せめてお前、ネズミにランクアップさせてくれよ。ネズミをランク？それは小西島さんですよ。それは俺やりましたよ。ガチやん。ここやばない。これも多分最強やでも。そう。いや、これ最強ポジやな。いや、多分これちゃうか。これ鬼焦っとんど。あ、ここ強。あ。え、ここバリ強なよ。めっちゃ強いやん。絶対これバレへんやろ。よし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 、まずこれ発光来たらバレるからやめよ。ワンポイント。確かに。あ、お前発光とかいう要素ありましたね。あ、発光あるな。ありましたね。誰かいませんか、近く。おお、なんすか。ダッチーノ、ちょっと待ってくれ。一発芸させてくれ。何一発芸。あの、キノコを取ったバリラのものまね。ドゥ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 。ええ、ゾウさん鬼やん。ゾウ鬼やん。いや、ゾウやん、鬼じゃん。え、向こうをしてるやん。カーを取った時のマリオラで、テテ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 テ。普通すぎて草。あ、女の人が出てくるから、どうやらお前は共犯じゃないようだな。何？え、あ、逆に共犯やと。はい、大先生が畑の水遊んでます。大先生畑の水遊んでます。提案がある、提案がある。ここに収納したらええと思うんです。ゾンさん、君にお知らせしたこの最強ポジションを使わせてもらうぜ。ちなみにシール、ね、普通に当たるぜ、こっから攻撃したら。いや、そんなはずがないぜ。そしてロボロどこだぜ。ここ見えないか、お前からは。ここに入れたい俺は。ちょっと面倒せし、殺していいかな。わかった。あれ届かないよ。あ、もうあじゃっぱ。あじゃっぱ、あじゃっぱ、カニ座。
え診断いやいや、あいつでも共犯じゃなかったな。完全え、やっぱりゾムが鬼なんこれ。いや、ゾムが鬼やばい、これ、やばい、これ、これはあかんポイントや。俺ちょっとあの、さっきのチーノスギちゃん好きやったのに。これ、これ無理ゲーちゃうか。いや、だから俺最強ポジ1個目これ。あ、やべえ、あ、ゾムいた、ちょちょ、こっちこっちこっち、あ、ちょっと、ちょっと教えてくれ。登れないで来た。やばい、最強アルティメット積みポジションや、これ。助けて、助けて。いや、開かへんねんけど、開けて。え、そう、開かへんとかないでしょ。見てや、どこに落ちた。開かへんねんけど。はい、ゾムさん、ゾムさん、ショッピくん、そこから始まります。はい、わかりました。ちょっと、開けてや。いや、これで済んだら、え、お前は後回しや。ちょっとくれ、最強アルティメット積みポジションにと、助けて。それは積んだの。いや、共犯誰なんやろうな。回路壊したん誰ですか。開かないんですけど。多分俺の相手ブランにレッドストーンがあるから。おいお前、お前ふざけんな。それは反則やろお前。おい、ちょっと一回大きくなった。マップ破壊ありやったら俺ら最強やからな。いや待て、ここは俺はあの裏技を使うぜ。なんかショッピング持ったのにいいしんけど。裏技そう、どこだ。ほらほら、後ろ後ろ、ほら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 、わー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 。何の裏技だ。違います。違うか。素直。ふぅあ、なるほどね。ふぅ、あ、ちょっと待って、ジャンプブーストじゃ足りない。足りないよ。ちょっと待って待って。おー、いった。いや、しかし、いや、これはさすがにかわいそう。おー、いけたいけたいけた。いやいや、5秒待ってやるよ。うん、あ、あそこに、ここに収容できる場所があるから、ここに落としてほしい。よし、殺す。ここに落としてほしいのよ。え、どころ。え、てか、ショッピがピンチだ。え、てか、チーノ死んだ。てて大先生。チーノ共犯か。あ、死んだか。一応まあ、あの、そういうことしてほしいんやけど。これマジでグロすぎる。いや、共犯だったらクォーツ渡せるんちゃうか。全然最強ポジション一つ。何やってんすか。グロすぎるってこのポジション。いや、絶対これに集めて、最後殺すのどうやってるやん。それたち楽しそうやな。で、これ一個あるの。あ、大先生。え、あ、え、あ、これが外なんかどうかよ。いや、これ中ですね。中だよね。建物の中だよ。これってほしいですよ。あ、やばい。押してない、押してない、今押してないって。自分から押したよね。自分から言ってやろ、お前。これ、どうしてくれるんですか。他行きましょう。そこ行くね。他行きましょう。おい、保存食やんけ、欲しい。トントン。これあれやな。お前、トントン、それ強すぎひんか。いや、ちょっと最強ルートポジション発掘しまった。あり、あり地獄やね。最強。これ、あかんかな。これ、これ、これもうかかりましたね。あ、あ、それやっちゃう、それやっちゃう。あかんか、あかんか。うん、両親と相談して、じゃあ。俺、おらへん。ちょっと待って、この場所のあれやん、あの、泳がれへんやん。そうですね。水辺強すぎひんか。これ、ゾムは絶対来れへんから、積んでるわ、これ。あ、と、トントン出ておいで、ほら、何もしないからさ、こっち餌あるよ。ちゃんとお前王将の餃子持ってきたやん。ちょっと待って、シンプルに俺がここから出られへんくなるっていう罪が発生したんですけど。お前こっちで出られへんよ。大丈夫ですよ。どうやってできたの。え、あの、え、いや、あの、違うんすよ。まさかマップ破壊とかしてへんよ。あれ、あれしてやっちゃった。いや、壊したけど、ちゃんと戻した。壊してるやん。壊してるやん。お前、パンチでお前ブロック出へんの知ってるからな、俺。いや、大丈夫、でも3秒待ってやるよ。え、3秒短っ。ちょっと待って、無理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 。あー、あーやばいやばいやばい。発光が見つかるぜ、お前らよ。多分発光したところでお前俺の場所を見つけても絶望しかないぜ。ドムさん、やめてよ。視聴者さん、それ強ない。これ、どれ。これ届かんやろ。ロールが俺のことを見ている。やめろじわじわ。やめろ。共犯者めっちゃ大事やぞ。なかなか辛いぞ。
え、ちょっと待って、これどうやってんの？いや、めっちゃ無理だろ。そこのテーブル強っ。諦めろよー。ひえ、怖い。どうかしましたか？どうかしましたか？バッタ赤い。バッタ赤い。どうかしましたか？おい、あテーブルが剥がされていく。テーブルが。ちょっとテーブルが強いな。ちょっとバカ見たテレアリか。それ一戦目からアリなんですか。どうさ、これは何秒か待ってくれるやつじゃないんですか。これは仕方ない、10秒待ってやるよ。よっしゃ、どうやっていくのね。あちゃんテーブル直すんや。あの鬼が入りきらへんところは共犯に斧を渡してぶっ殺しに行ってもらうっていうのがはかどりそうやな、これ。うわー、ありそうだ。そうっていうムーブありやな。かま、共犯に入って交渉だし、弓矢でやってもらう。そう、弓矢でやってもらうとか。っていうのがあるから、まあ、鬼が入り込めへんところも行っていいってことやな、つまり対処法があるってことやから。お前、理論武装しろ。お前なんかよ、理論武装始まったな。いや、どっちか、やっていいよねって、お前。そうそう、対処法あるし。そもそも、テーブル破壊やばない、いきなり。いやもう無理やから、これ上の俺だって言うよ。これ慣れ振りかまってたら多分マジで倒れるよ。こいつが強すぎる。登れねえ。倒さへんともう無理やもんな。ちょくそ。多分この試合は1試合目まだ変なことはできない。ロボロさん危ない、そっちにゾムさんが行ってしまった。危ない。いやでもここ倒るって。それ取っ払った方がいいんちゃうか。マジで。よし行くしかないな。今回の小人鬼は鬼は自由自在にサイズを大きくすることができる。え？ん？え？え？あ、やばい、あいつ、お前やる気やろ。お前から気がしといて、それはチャールズないの、お前。それは違う、お前、まさか。あああ、小さくなるなんてしませんよ、逆ですよ。大きくなるの、あ、それはいいんじゃない？トントンの断末魔聞こえるときは生きてるのか。トントン死んだ、出てない、今の。トントン死んだ。え？トントン死んだくね？死んだ、え、なんで？それはチャールズないの、お前。あ、それは違う、お前、まさか。ああ、え、転落？転落か。高さ考えと言ってしもたんちゃん。あーあー、そう。なかなかえげつない断末魔聞こえたけど。ほんと転落し。ロボロさんが折った方にトントンさん行っとったぜんよ、最後。シノトンが共犯でやってくれ。いや、あっちにはあの親戚しかおらんかったけどな。あー。親戚は木の裏でずっとの草食ってる。あ、いた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 。こっち来てしまったで。え、ほんと？この裏、いやマジで死んだ人間が共犯でやってくれ。あの、この裏にトントンがおる。とりあえずロボロ、ポーツ渡してくれるか。あ、わかった。あ、ロボロ共犯なんだ。ロボロ共犯なの。ジャガイモもどう？あ、ジャガイモもいただきますわ。うん、これ4つ合わせたらね、できますよ。この芋野郎が。いやちょっと待って、マジで。でもなあ、トントンってこれね。あ、そうそうそう、いたやろ。トントン生きてるよ。ああ、あ、野生の方ね。野生の姿か。これ、野生で、まあ害はないと思うんやけど、一応気にしとこうかなって。じゃがいもあげるわ。え？あ、え、なついた。頭乗った。何それ？え、何何これ？え、どういう共犯はトントンだろってよ。これ。ちょっと待って、俺ちょっとトントンで引き継ぐわ。これでいくわ。ちょっとそれおもろい。それバカおもろい。ちょっと扉開けられへんわ、邪魔でこいつ。おー、豚が死ぬぞ、お前。ちょっと、クソ、俺はトントンと一緒に。ちょっと待って、折った豚、折ったトントン見て笑うなよ。ちょっと、頭に豚の捨てるやつ折った。あ、豚が、お前トントン殺したぞ、お前。なんてことすんねや、シンも、お前のせいちゃうんか、今のは。いやいや、お前のせいやろ、お前が入り込んだんやから。お前が俺を呼び寄せたのが悪いんちゃうんか。なんて俺のせいやね。まあでも、まずコーツ出してもらおうか。確かにな。え、コーツ必要ですよ。コツ欲しい？コツ欲しい。いや、もうしょうがないのじゃん。しょうがなくないよ、あげんなよ、お前。え、お前らあげた？あげてない。あげてない。さあ、あげてないよ。2、1。渡したな、あいつ渡したんだ。おい、裏切り者。いやー、うん、いや、あー、1名が。え？お前もう1個持ってんちゃうか？いや、持ってない、渡した通りやで。うん。2個目が減るはずっすよ。いや、で、個数合ってるだろ。まあ、確かに。え、1200、900、600やから3つじゃない。いや、ないぞ。いや、2つやで。あ、来ない。900、600です。そう、だから2個だよ。で、今から300が来るかな。あ、じゃあ、もう1個出せると思う。
シンバー逃げろおい、いや、俺は逃げられないんだ。裏切り者逃げられないんだ。俺は逃げられないんだ。よし、お前は用済みだぜ。殺されたえ、てかロボロさんの声もしてない？もしかして。これし、え、いや、ロボロ共犯じゃないの？あの、俺めちゃめちゃ絶望的な場所にまたいますね。え、でも共犯なんやろ、お前。あの、え、違うの？すみません、助けていただけないです。すハマってる？助けていただけないです。罪ポイント多いって。ショッピさん、あの、それ降りてくれませんか？あ、これ来れないってことですか、もしかして。そこちょっといけませんかね。建物全部破壊したらええやん。あ、確かに。あ、でも砂に降りてくれたらちょっと10秒ぐらいまで。あ、はい、優しい。今回のにどういうポジションで俺ら殺しに来てんの？ちょっとスタンスが分からへん。あ、何？え、ちょっと待って、マジで。え、ちょっと、え、共犯人って誰なんや？え、ロボロじゃないの？ロボロさんでしょ？何が何でも殺したんやろっていう勢いがあるんやけど。え？俺もう会うやつ全員からコーツもらってる気がするんやけど。え？え？俺はあげてないよ。俺もあげてないで。え、あげてないの？ロボロ。うん。あれじゃあ。あげなかった？一回。ショッピ君が渡してたら光る可能性はある。いや、俺は普通に2個持ってますよ、今。あ、3個か、さっきの300まで。あ、おい、カットする。あ、こうしている。あ、誰が共犯なんだろうな。あ、誰が共犯なんでなんであれ死んだロボロ。開けてよ。え、ロボロさん、そっちから開けれへんの？これ開けれないの？かわいそう。助けへんねや。え、なんかゾムが静かになったんやけど、怖。あれ、いや、シャオロ、それはお前のすぐ近くに俺が行こうとしてるからや。お前ここはやめろよ、お前。お前早く出てこいよ、ほら。あー、まずい。逃げてふぅ。あれ、チョウさん倒した、倒した。あ、シャオロ死にましたね。あ、さて、ゾマさん、急いで来るんだ。指を作られる前に積んでるロボさん。いや、お前ら どっちやねん。どっちかやろ。俺がロボロさん閉じ込めてる部屋の前に立ってるんで、俺殺してからロボさんやってください。あ、まあでもそれだったら確実に勝利ですね。ゾマさん、さっきコート渡したところらへんにいます、俺は。お前ら逆にそれで結託してて、弓作ってて俺を襲うという。いや、まあ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 、疑心暗鬼になる気持ちも分かりはしますけど、やっぱ勝利のためには来た方がいいですよ。 この中です、ゾマさん。ほんまか？不安なら俺からどうぞ。俺は応援を信じていいのか、ね、俺は。これ、いや、これ開けた瞬間指を構えてるロボロがいるという。じゃあ俺が開けます。今だから一旦ちょっと職殺していいか。さよなら。え、ほんまに普通に死んだよ。ちょっと待って、いや、ここは念には念をで光らせる。ほんまに指持ってないやん。え、ちょっと待って、その棒、何やその光ってるやつ。え、喋らなくなった。え、いや、これは多分俺の疑心暗鬼を誘ってる。一瞬で行くしかない。ふっふっ。え、いやー、構えてたのは人参だったんですけどもね。いや、頭はとても乗り心地が良くて。ちょっと待って、あれ、いいですねー、ほんとに。あ、いやテレポートや。ロボロ、ここエコで。あ、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 何今の最後の。どういうオチやねん。いやー、お前、ふざけ散り方よ。どういうオチやねん。肩車しめっちゃおもろかった。どういうオチですか、これ。ふ
緒に寄ろそうとしたら左クッと間違って右クリックしたらロボロ捕まえるっていう。ロボロさん出れへんのここ。これアイテムゾムさんがレッドストーンを壊したんです。皆さんこれ審議ですよ。そういうことか。これ審議ですよ。これこっち側のレッドストーンを破壊したんか。はいはいはい、そういうこと。あ、これは多分チーラ倒すときにレッドストーンを破壊したんやろな。僕これ0秒まで耐えてたらクォーツ4つありましたよ。審議ですよ皆さんこれ。あれこれ